みこもさ、でもね、今思い出したら怖い話と結構ある、人怖で、そう、あるの。なんか、みこがね、小学生の時なんだけど、みこの家の近くに坂とかアスレチックがあるとことか結構あってさ、まあ、みこって基本的にいつも友達とよく帰ってたの。でも、その坂のところでいつもバイバイするわけ。だから坂下る時はいつも一人なのね。で、坂下ると、ミコの家があるんだけど、で、バイバーイってやった後に、なんか、何歳ぐらいなのかな、お兄さんに声かけられてさ、ミコ。小学生の時だよ。しかも多分低学年の時だったと思うんだけど、ちゃんとお家一人で帰れるみたいな。なんか話しかけてきたの、知らないお兄さんが。で、ミコも、本当にそのお兄さんに声かけられることとかってまあなかったからね、めっちゃびっくりして超キョドったわけよ。で、あんまりさ、その知らない人についてっちゃいけないとかもさ、やっぱあるじゃん、学校で教えてもらうから、大丈夫大丈夫、帰れますよみたいなと言っとったんだけど、そうなんだーって、一緒に、じゃあお兄さんも一緒になんか行ってもいい？とか言われて、大丈夫です大丈夫ですみたいな。そっからなんかすごいさ、ずっとね、坂を下るまでついてきてて、ずっとなんかいろんな質問してきたの。でさ、なんかすごいね、なんかね、そのお兄さんのこと、猫初めて会った気がしてなかったんよ。なんかわかんないけど。で、普通に話してて、そう、お兄さんがね、男の裸って見たことある？男の人の裸って見たことある？ない。ないです。見せてあげようか？大丈夫です。大丈夫です。遠慮しなくていいよ、みたいな感じで、言われて。めっちゃ怖いじゃん！完全アウトの話やん、これ！と思ってるんだけど、みこそん時はアウトの話っていうのもわかんなかったから、めっちゃ怖いけど逃げ出せなかったの。でも、その時に、もう、真横がね、ミコの家なわけよ。もう、坂を下ってるから。で、ここなんで、ごめんなさい、大丈夫です。ここなんで、もう、大丈夫ですって言って、すぐにね、お家に入ってね。めっちゃ怖かったんだけど。でもさ、それで終わるならさ、まあいいやん。でも、ミコがさ、幼い時にさ、バカやっちまったのはさ、その人の目の前でさ、自分の家に入ったことなのね。その後もね、なんかお兄ちゃんっぽい人に、なんかこう、見られてる。なんかちょいちょい坂の上のところで、なんか、いるなっていうのがあったわけよ。めっちゃ怖いじゃん！その日は、お母さんに言えなかったの、その、なんか男の人の、なんか男の人に声かけられて裸見るって言われたなんてさ、なんか言えないじゃん。言えなかったの、猫怖いから。先生に相談してね。で、お母さんにも言ってもらってね。もう学校のね、大事になったわけよ。やべえ男がいるって。それで、なんか、パトロールとかしてもらうようになって、なんかみんなで集団登校とかもするようになって、大丈夫だったんだけど、マジでね、あれはガチで怖かった。ロリコになったんだろうね、猫の。ロリな猫に魅力を感じちゃったんだろうね、マジで。その人今配信見てるかもね、やめてよ。そうしよう、もう。育った猫なんて興味ねえだろ、多分。